毎度毎度毎度お世話になっております、横浜アドバンさんです。こんにちは。じゃあ、どうですかね、こんな中ね、ちょっとイケてる、いわゆる世の中でいう20インチというやつですか。そうですね、はい、ジャパニーズスタンダードになってるという20インチですね。スタンダードになりつつあります。はい、はい、やはりこれはまあ、フラッグシップモデル GT の、はい、当然 R35GTR 向けですかね。向けです。R35GTR 向けですね、はい、で今まではアドバンレーシング GT というのがあったんですけども、それよりもさらに高級感を出したプレミアムバージョンというのがありまして、ここの、スポークの文字をですね、今まではステッカーだったのを彫りましたね。彫りました。あ、マシニングしました、はい、で今まではこれの、グロスブラックというツヤのある黒と、ゴールドというのがあったんですけども、今年間もなくですね、2月23日にこの新しいチタニウムブルーというのを、発売しますので、ぜひこれを、アピールしたいなと思います。これ僕ね、まあ、こんな服着てて分かるんですけど、青が好きなんですよ。もうタイプなんですよこれ。もうめっちゃいい色ですね。本当にコバルトというか、はい、そうですね、深みのある色ですねこの青は。でまた光の当たり角度によってまた独特のこう陰影が出れますので、はい、すごくかっこよく仕上がると思います。そしてやはり、まあ、当然横浜さん、アドバンさんならではのその性能面でいうと、このね、ちょっとマニアをくすぐるですね、このあれです、カメラさんこちら、これね、ザラザラ、これがね、タイヤのズレを防いでくれるんですね。はい、そうですね、はい、タイムアタックになるとすごくタイヤにも負荷がかかるので、はい、よくそのタイヤとホイールのここ滑ってしまって、はい、そこがまあずれてしまうんですけど、それをできるだけ防止するためのこの溝になりますね。この辺はね、相当マニアの、ハートを射抜くタイプの、仕上がりになっておりますね。でちなみにこれ、ちなみに1本大体ざっくりどのぐらいなんですか。20インチの 11J ですと、およそ10万、ちょっと10万7000円とかそれぐらいになるかなと。じゃあ 35GTR オーナーさんとしてみれば、まあ、純正買うんだったら全然こっちの方が安いなってことですね。そうですね、はい、ぜひこちらに。まあ、でもこの光合成軽量で、はい、なおかつこのイケてるカラーリングにして10万というのはまあお値打ち価格ですよね。そうですね、はい、それはちょっと、はい、履いたことないけど分かります。はい、ぜひ履いてみてください。でもまあ今後のね、まあ、18インチにもこの色出てこないかなと思うようなところもありますんで、ぜひ。あ、はい、今まさにそれを進めてますので、はい、今後19インチ18インチと展開していきますので、はい、でまた今後のですね、アドバンレーシングブランドとしては、このブルーをですね、この GT に限らず、他のモデルにも採用して。あ、買います、買います、買います。青だったらこの GT 買います。今年の横浜のホイールとしてはブルーが来るというふうに思っていただければと思います。いや、はい、本当にね、この色は 目の覚めるというか、青って実は精神的にもその、気持ちを冷静にさせつつ闘志を燃やすのにいい色と言われていて、赤とは違ったコンセントレーションをこうもたらすと言われている色なんですよね。ですから、まあ、タイムアタック一発にかける前の、はい、まあ、精神をこう落ち着ける意味では非常にいいかなと思いますね。そうですね、まあ、またこういった、ね、新製品もありますけども、まあ、おなじみの、まあ、言うまでもないんですけども、この050様ですね、こちらのタイヤと、それから、ネオバ様、こちらの、2台、ラジアル、ハイグリップラジアル &S タイヤももちろん、健在で、まあ、こちらの方どうですか、最近の、変わりというか、こう変化というか。そうですね、今まで 08R 展開してきたんですけど、他社さんが非常にまたすごい戦闘力のあるタイヤが出てきましたので、はい、こちらも負けていられないなという思いでおります。なんかね、B なんとか B リジストの、タイヤすごいらしいですね。みたいですね。やっぱ横浜さんはね、この我々アマチュアの心をわしづかみにして離さない、このネオバ、もう古からのネオバをですね、やはりどこにも負けないハイグリップラジアルとしてはやっぱ君臨していただきたいですし。はい、そうですね、負けられないですね。あとはまあ我々にですね、ちょっとでも安く、ちょっとでも流通するようにですね、こうお値段もこう据え置きにしていただきたいということですね。はい、頑張ります。ぜひともですね、あとはあれですか、今日まあイベントね、こんなでっかい、こんな大勢集まるイベントですけども、ご協賛的ななんかありますか。タイヤ来るかな、タイヤじゃんけんで。またタイヤ今回協賛しますよね。え、あれ、そこちょっとカットでお願いします。カットですか。え、なんですか、なんですか、ちょっとあるというふうに聞いてますけど、違うんですか。なんかそうらしいっすね。一応確認しておきますけども、今回はワールドタイムタックチャレンジに出る日本代表選手のサポートしていただけると。なんですかね、
ちょっとこともったいぶってますけど、WTH 関連、そして横浜さんのサポートっぷりね、ワールドタイムタクチャレンジは横浜さんプレゼンツなんでね、やはり050でないとオーストラリアでは勝ち抜けません、はい、絶対に、はい、なのでぜひこのアマチュアにですね、思う存分走れるタイヤを協賛していただきたいと思います。お願いしますよ。はい、よろしくお願いします。僕もね、行くつもりなんでね、あ、また今年も多分応援で行くんですけど、あ、ぜひお願いします。走る側になったらもうタイヤもらっちゃうんすかね、ほんとね、ぐいぐい。ぜひ選手としても来ていただけるように頑張りたいと思います、はい、いつもお世話になってる横浜タイヤさんでした。ありがとうございます。